王信は中華人民共和国の政治家、軍人。八大元老の一人に数えられた。1927年、中国共産主義青年団に参加し、同年、中国共産党に入党。1929年、中国高能高軍に参加。土地革命戦争以後、越韓鉄路超学団公開救察隊中隊長。 小学館編区赤英大死隊長兼政治委員、小比が主独立第一市政治委員、市政治部主任、市政治委員兼紅れない八軍政治委員代理、商工軍区司令委員代理、紅れない六軍団政治委員、紅れない二軍団政治委員などを歴任。調整に参加。日中戦争では、八素寺軍第百二十四、第三百五十九旅副旅長、旅、長兼政治委員、 中共延安地委員会初期、延安軍文区司令員、英塾司令員、八祖寺軍南下主体司令員を歴任。国境内戦では、中原軍区第一副司令員県参謀長、西北野戦軍第二重隊司令員県政治委員、第一野戦軍第一兵団司令員県政治委員として各地を転戦し活躍。1949年に、 中華人民共和国が成立すると、新疆生産建設兵団を率いて、新疆ウイグル自治区に新中しウイグル人団圧と、観族入植事業を推進、当中央新疆文局初期、新疆軍区司令院代理県政治委員などを歴任した。1953年、中国人民解放軍鉄道兵、司令院県政治委員。1955年には、 上昇の階級と一級八十一勲章、一級独立、自由勲章、一級解放勲章を授与され、人民解放軍副総参謀長に就任。1956年、当時の新疆文局常務員憲宣伝部長、当力軍による民族、宗教政策が、毛沢東によって、酒と批判されたため、王臣が兼務していた新疆文局初期の職務は廃止。 王信は国務院農根部長に転出した。文化大革命で礼遇されたものの、毛沢東の保護を受け、1975年1月の第四期全国人民代表大会第1回会議において国務院副総理に就任した。文化大革命終了後は、東商平の復活を指示したが、政治面では保守的傾向を見せた。1978年の 第11期三中全会において中央政治局委員に選出される。1982年前年に失脚した過国法に代わって中央投稿の校長業務を事実上取り仕切っていた雇用法が闘争初期の職務に専念することになったため当力軍の推薦により中央投稿校長に就任。保守派トップの陳軍から候補軍艦学校に類似した。 組織化を支持された王信は、校長権限により、現名を当籍剥奪、五校、孫、長校を移動させるなど、党校内部の改革派を、一掃している。1985年の党中央顧問委員会第5回会議で、副主任に選出。1987年の第13回党大会では、中央委員を退くが、翌1988年3月の、 第七期前人大第一回大会において中華人民共和国副主席に就任している。1989年の第二次天安門事件でも強行論を唱える。天安門事件で失脚した上司要創初期の後継者選びでは、陳軍が推薦した江沢民を中央の経験がないことを理由に反対、王臣は離法を押したが、東昌平、陳雲。 立千年の三人の意志が固いことを悟り、最終的に指示に回った。1993年3月12日、国家副主席の人気満了が近づく中、甲州で死去。85歳の誕生日を迎える3日前であった。中日友好協会名誉会長として1988年に日本を訪問、長崎市の新地中華街の門の被体を記号している。 第7期中央候補委員、第8期から第10期中央委員、第11期、第12期中央政治局委員。ありがとうございます。